呪いをものともせず、いや、もの全部のものともしてたよ。一回もあの動かなかったけど。なんならローレシアの王子いなかったら勝てなかったからね。何これ、もうやだ、何これ、とどめを彼氏の刺激で刺して、で何、もうだからモンモス殺しマジでやめろ。マジで言ってんの、2800をさ普通に倒すのも難しいんやで。それを返し抜きにわざわざ倒すってどういうことやねん。ちょっとこのさ、なんか会心の一撃ほんと好きだよね、この手のミッションね。またこうなるもん。真ん中勝っただけじゃん。いやこれもなんかさ、っ待って、ほんとにさ時間かかりすぎるんだって。さっきのゾーマの時も何時間取って、何回取ったと思ってんの、これ何回取ると思ってんの。スパッと行きたいよ、スパッと、うん、スパッと行きたいっすよ。普通に倒すのは難しいのにさ、スペシャルカード込みで、それで向こう、それもスペシャルカードなしでやんねやろ、めっちゃ難しいって。それ普通に倒すのも難しいよね、これって。運営分かってやってんのかよ。しっかり当てろ、しっかり当てていこう前半。しっかり当てていくしかないからな。これも長くなりそうだな。とりあえずナイト打ち入れた理由ってこういうことっすよ。ナイト打ち入れちゃった理由っていうのはこういうことで、まあドルマで唯一安定してダメージが出せるのは彼しかいないんですよね。レインブレイクな、麻痺が怖いんですよ。はい、あーほらもう、いやもうみんな食らうな。普通に倒すの難しいって。よっしゃ、おっと、よく出したね、素晴らしい。それを出してくれればな、それを出してくれればいいんだけど、とどめの際に。てかこれ、この次のターンにやんないとダメじゃない。パッと見次のターンにやらないと無理臭いんだけど、やられるんだけど。パワースタンプ当てて、ボストロール当てればってところか。よっしゃ、おっしゃ、おっし、え、あれこれドルマでやっちゃうんじゃね、これドルマ圏内入っちゃった。あ、やべ、ドルマ圏内だこれ。ボーキルチが頑張ってくれたんだ。うん、ナイトチマヒレ、こういう時は。あやっちゃったな、おい、やったな。ボスト、ボスト、ボスト、いけ、当てろ、当てろ、当てろ、一発、一発だろ、一発だろ、いけ、もう時間かけたくない、時間かけたくない、わー、ダメだ、もう無理なビジョンしかねえ。え、何してんの、何してんのお前、おいおい、左上にオーブねえじゃねえかお前、おいさ、それちゃんと説明しろや、本当にもう。オーブあるならオーブあるって言えや。何 ?3 ターン以内に決めて、ちょっと待って待って、めっちゃ難しいこと言ってないこれ。待って、これめっちゃ難しいこと言ってない。スペシャルカード使用禁止で、向こうのオーブがたまんのが早くて、3ターン以内に倒さなくちゃいけなくて、つ、会心で決めんの、無理じゃね。いや、これ無理でしょ。いや、無理でしょ、こんなん。3ターンで決めてさ、スペシャルコードなしでさ、2800を削ってさ、当然返し抜けいけるでしょ、何これ。いや、もう本当に申し訳ないですけど、モンマス無理っす。モンマス無理。これモンマスやるべきもんじゃねえわ。すべての人モンマスでやるの無理だ。もうね、ごめんなさい、主人公使わせてください。主人公を使わないとこれは無理ですね。はい、でつばぜり合いをしないと3体内に削り切るっていうのは普通に難しいんですよ。
で、かつそんなあんなわけのわからんもんたち入れて、あの倒す方が無理なんですよ。あんでもうとどめを、まあ回収の敵で倒す、かつまあつばぜり合いを仕掛けられるっていうのはもうこれしかないんですよね。主人公使うしかもう手段が見えないんですよ。モンスターを通行狙い3体にもできないし、モンマスはすでに結局のところ、まあ主人公入れなくちゃダメなんですよ。これだったらまあ一応ガードされる心配はあるけど、ガードされる可能性はあるけど、ガードされる可能性はあるんですけど、道中安定するダメージが。で、かつ、翼入れで勝つことはできれば、勇気がたまんないんですよ。大ゲージが今回はね、すごいポカやらかしてますけど、まあ、これに関してはもうね、しょうがない。もうこれでやろう。これ何回かやろう。あ、モンマスもういいや。あ、モンマスいい。もう疲れた。モンマス疲れた。モンマスでやれるもんじゃねえ。うん。現実考えて無理だ。できるわけがない。少なくともね、いくらモンマス愛した僕でもそれは無理でした。で、翼で行こうか。だから多分何回かこのパーティーでやることになるんじゃないかなと思ってます、私。これで勇気がたまんないわけね。オッケーオッケー、よし、痛恨斬りね。ライドソルジャーも痛恨斬りはあるんですよ。はい、オッケー。でここから痛恨斬り魔人斬り貯めるにすることによって、絶対にとどめは返し抜きになるんですよ。大斬りが貯めるだからね。そう、3人、本当は3人通行技にしたいんですよ。それしちゃうと、必殺技になっちゃうんで、回収の撃はならないんですよね。だから、テンション上げつつ、2体でもう狙うってことになりますね。基本的には、最終的にはもうそういうことやね。いや、このその前方がモンマスじゃ取れねえんだもん、だって。主人公いるからこそできる戦法であります、これ。で、勇気もうたまんないからね。もう1ターンギリギリ耐えれるかな。あーい。そういうことがあるのよ。さあ、よし、あと一発か。マジにノイノイするわけにいかないもんな。うん、ここで主人公が動くことを考えても、にこれで行くしかねえわ。あー、もうほら、ほら、こういうことが起こるんだもん。おっと、相手の攻撃。あー、ほら、もうギリ一発耐える、痛恨で終わる。逆にこれ痛恨で決められるっていうさ、そういう面白い話期待してねえからね、とっけど。はい、ライナスじゃ決めてくれ。ここで決めなかったらもう失敗する。ライド、うわー、なんで勝ったのに死んでんの？理不尽や。レディーファイト！竜のチームに命令を与えるのだ。幸先よく先制攻撃！はい、勝ち！オッケー。勇気負けはしないな。空高く飛び上がった。ミスが出ま
わあ、もうめんどくせえマジで、ほんと使え。ねえねえ、なんでそういうことすんの。今のデインブレイクよく考えたらすげえことしてんだよなお前俺ら今考えたらデインブレイクすげえことしてるんだよな、全員ミスって。さああとはこの一旦だ、頼むぜ。ライノ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 、あああああいけ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 、当たる当たる当たる、もういいもういい、終われ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 、ミスが出ました。おっと相手の攻撃、このターンで決着か。え、何、ちょっと待って待って待って、え、なんでお前のスペシャルカード使うのよ、こっち使えんのに。何それ、なんだよこの理不尽ゲーは。